バイクの素晴らしさは、バイクと一体になり、風を感じたり、気温や匂い、普段、気づかない風景を発見したりできる魅力があります。しかしながら、一歩間違えると危険が隣り合わせになります。今回は、カブなどの遠心クラッチ構造からの危険を感じていただき、少しでも同じ過ちをなくせればと、本人の希望もあり動画をアップさせていただきます。動画には、息子さんをタンデムして、落下シーンもあります。幸いに怪我はありませんが、衝撃映像になりますので、ご注意をお願いいたします。あ！さあ。大丈夫かな？おお、危ない危ない。あ！あ！まず、ウィリーした原因は、タンデム走行で、二速では上り坂を上らなくなり、停止したものの、一速に入れたタイミングでウィリーしてしまった。原因1、アクセルを少し開けていた。原因2、タンデムしていたことと、上り坂で重心が後方になっていた。その後、ウィリーしたまま、焦りからアクセルを戻せなくなった。もし、これが、街中や、人が周りにいたら大変なことですね。あ！さあ。大丈夫かな？おお、危ない危ない。大丈夫だった？腰打った？危なかった危なかった。そうだね。危ない危ない。遠心クラッチこれなんだよね。急にギューンって行くんだよね。そうそう。あれ、座布団は？座布団がずれちゃったんだ。もう、ひっくり返って。これウィリー現象だよね。そうだね。後ろに荷重がいってるから。ちょっとあれだね、シートがしっかりしてないから危ないかもね。いや、思いっきり無理しちゃったよ。後が思いっきり暴走してさ。乗り物は操作するための基礎知識、予備知識があるだけでも楽しい、素敵な乗り物になるはずです。この動画をきっかけに同じ過ちがなくなることを強く願っています。